週末何する？馬でしょ。有馬記念スペシャル。いよいよ日曜日に迫った有馬記念。今まで数々のレースを読み解き的中させてきた林先生、そのご利益にあやかりたいと神頼みならぬ林先生頼みで集まったのは競馬好きのこちらの6人。今年は平成最後の有馬記念、本命馬だけでなく何か気になっているそんな馬がいっぱいいるはず。今日も引き続き林先生に聞いてみましょう。今回はこの有馬記念が競馬界で言ったら M1 ですが、はい、そうですね、まだだから運を使い切ってないんで、なるほど、バコンになる可能性が僕らはあるんです。ちなみに過去のどうなの、有馬記念っていうのは。濱家はその日本ダービーとかでっかいレースにバチン行くタイプで、その度に当てるんですよ。なんか幸薄い顔してんのにほんまかいな。誰が幸薄いの。僕はですね、もう今回こちらです。注目馬ですからね、はいはい、ブラストワンピース。今年の日本ダービー5着、菊花賞では4着と G1 まであと少しのところまで来ているブラストワンピース。注目されだした時、すごい馬や、すごい馬やと、うんうん、そこで僕結構最初から厚めに買ってたんですが、はいはい、思うようにこう、うん、いかない時が結構多かったんで、それの思いも込めて乗せながらこのちょっとブラストワンピースを。かまいたち濱家が注目ブラストワンピース、林先生にはどう見えているのか。3歳馬ならこの馬でしょうね。お、金量面で有利ですからね。そうですよね。金量、つまり騎手を含めた馬が背負う重さ。3歳のブラストワンピースは年上の馬たちより軽いのが有利だと指摘。3歳馬結構来ますもんね、有馬記念。そうですね、過去10年で4勝してます、うん、そうですね、菊花賞はやはり少し距離が長かったし、うん、っていうことを考えると、まあ、距離も十分能力で克服できる条件としてはいい方ですよね。有馬記念は 2500m、 距離が短くなる新たな舞台はブラストワンピースに有利だと分析。やっぱかまいたちもあるでしょ、何か漫才やる上でこの状況だったら得意だけどこの状況は不利だなと。いや俺あの室内でじっくり聞かれると苦手だ。僕らあのパーティー会場のビンゴ大会めっちゃ得意です。めちゃめちゃ得意。あ、ちょっとそのビンゴ大会のテクニック教えてよ。私のボケはね、全然笑わなかったです。ただよかった、ジャルジャルパターンだなと、笑わなくて面白かったなど頭ん中が大爆笑。そうですよね、師匠。今日はあの爆笑じゃなくてムカついてますね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この時期ね、雪がちらつきますよね。誤算だったでしょうか。注目お願いします。はい、私はこちらです、うん、わー、里のダイヤモンド、はい、一昨年の有馬記念優勝馬里のダイヤモンド、今年の秋 G2 京都大賞典で1年半ぶりの勝利を挙げた G1 馬です。有馬記念での復活、うん、里のダイヤモンド、うん、でこの時期ね、はい、雪がちらつきますよね、はい、いや今年暖冬です。急に寒くなった、急にやったもんね、はい、ダイヤモンド輝いたねみたいな、やっぱり実況がね入ったりとかするわけですよ、うんうんうん、このレースで引退、そうか、まあ、優秀の美でね、うんうん、泣けると思うんですよね。なるほどなるほどね、うん、引退レースなんで、うん、調教師の先生も、うん、あの思いっきり調教ができるっていうメリットはありますね、はい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 、ですからやっぱりサトンダイヤモンドの、うん、あの強い走り、うん、もう一回見たいですね。もう一回見たいという。2年前私も一応馬券取ってますから。あらららら、らサトのダイヤモンドを林先生はどう見ているのか。ジャパンカップではまあ残念な結果に終わりましたけど、今度人気も落ちるんじゃないかな、そうなるとね、気楽に乗れるっていうメリットもあります、ね、そうですね。6着に敗れた前走のジャパンカップ、しかし今回はラストラン、何かを起こしてくれるのではないかと分析。マークも、ね、そんなにされずに、うんうんうん、あのやっぱりレースも運べるかなっていうところで、まあ、それを井森さんがマークしてるってところが誤算だったでしょうか。連盟か、はい、カズチカお願いします、はい、僕はレイデオロです。あーゴールド好きなんですけども、 でもこれ黄金の王っていう意味なんで、そうなんです、スペイン語で。ちょっとルリカちゃん本人言いたかった大丈夫、あのオロが金っていう意味で、まあ、レイが王様ですね、黄金の王様っていうことで、まあ、ゴールド入ってますんで。金の雨を降らす男、岡田和親の注目はスペイン語で金の王を表すというレイデオロ。天皇賞強かったですよね。
タイム1分56秒8と非常に速かったんです、うん、そしてジャパンカップをパスしたローテーションというのも好感が持てますよね、うん、11月のジャパンカップに出走しなかったことでローテーションにゆとりができた、体力面の不安はないと分析。レイレオロともルメールも僕マイレース言うてる気するんですよ、もうルメールでよかったんやってマイレース言ってるイメージがあるから。何回言ったか、うん、クリストフ・ルメール騎手は今年1年間の G1 最多勝利記録を樹立するなど大活躍中。じゃあまた大きなレースがあるからまた頑張りたい。年間 G1 勝利数トップになっているルメール騎手ですけれども、うん、で今年も200勝ですもんね。そうですよね、すごいペースで、で G1 も発勝しているってすごいですよね。素晴らしいですよね、やっぱり勝ち方を知っていますよね。里のダイヤモンドでも勝ってますし、すま、あの入るんやったら入る、入れんやったら入れん、だから微妙な感じで変な音をパンパン、あ、来ましたねちょっといや補足データをじゃなくてカンペ見せてる場合違うえ、どちら様ですか？My name is Christopher Lumere。 ちなみに何か皆さんこのルメールさんに聞きたいことありますか？恐ろしいですね。え、あのルメールさん、あのレイデオロでは意外な作戦とかなんか考えてたりするんですか？あ、そうですね、嫌いな食べ物はナトです。数字してない、数字してない。一応明日もまたあるんですが、この番組当然明日ルメール騎士は登場するのかどうか今日はここまで See you! ありがとうルメールまたぎです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ということでシャッみたいな